初ゴールですよね。さあ小川大輝が中に入ってくる、シュート来るか、来た、2点目、複数得点を挙げました小川大輝の2点目のゴール。小川はこれがプロ初ゴールとなりました。左足一閃、中にカットインしてシュートを放っていきました。アウェーでの勝利へ、そして今シーズン初の連勝へ、大きな大きなゴールが決まっています。このシュート、いや見事いいところに決めていきました、はい、いいタイミングですよね、はい、自分のタイミングで打ててますよね。今シーズン得点はリーグワーストというジュビロ磐田だったんですが、この仙台戦で2ゴールを挙げました。